空白のメソポタミア第2弾、ということになります。さあ本日もやっていきましょう。松井塾の松井です。空白のメソポタミアでは、国という単位が成立しなくなっているので小規模な集団が要するに活動していますということになります。つまり小規模な軍団がグループを形成して要するにやっていくということですね。はい、では、2番目の人々は何かというとセム語系のフェニキア人ということになります。同じ語の系列だったらね、仲良くすりゃいいのにね。はい。セム語系のフェニキア人ということになります。はい。ですが、仲良くできない理由があるんです。前回の貿易は、基本的に陸路を中心とした内陸貿易だったんですけれども、このフェニキア人がやったのは、現在のレバノンを中心とする海上交易なんですね。わかりますか？海を主戦場にするものと、陸を主戦場にする場合っていうのは、仲が悪いの法則っていうのがあるんですが、これは仲が良くならない。で、海上貿易、つまり海上で交易します、貿易しますというのが主体になってしまうので、これが要するに厄介になってくるよということになります。これがレバノンですね。で、中心の場所をしっかりと覚えておきましょう。中心の場所はシドンとティルスということになります。まあ、これ要するに東京や大阪みたいなもんで、シドン、ティルスというところになります。で、最終的には何になるかっていうと、紀元前の9世紀頃ですね。大体紀元前の9世紀頃。だったはずなんですが、紀元前の9世紀頃にカルタゴ、カルタゴという市を作ります。カルタゴという国、まあ、カルタゴという国って言うと、まあ、チュニジア、今のチュニジアに当たるところなんですが、カルタゴっていう、まあ、国みたいなのを作るということになるんですね。で、ここでフェニキア文字、まあ、こういうふうな感じで要するに発展していったよっていうことが大事になってくる。もう一回言いますよ。つまり、海上交易、海上の交易を要するに中心として、レバノンを中心に発展していった。で、中心都市はシドンとティルス。で、ティルスの人々がカルタゴという国を建設した。ここまで OK。ここまで OK。で、フェニキア人の特徴っていうのは、今のアルファベットの要するに元凶 A, B, C, D, E, F, G の、この要するに前の形であるフェニキア文字っていうのを開発された。だから、アルファベットって何かっていうと、このフェニキア人たちが開発したフェニキア文字をギリシャ人が改良してアルファベットを作ったよっていうのが、このアルファベット。だから、フェニキア人がフェニキア文字を作る。ギリシャ人が改良してアルファベットを作る。というふうなことになるわけですね。よろしいでしょうか。はい、この海上貿易のシドンとティルス、ね、そしてカルタゴ、しっかりと覚えておいてください。シドンとティルス。ティルスが進化するとカルタゴになります。ということになります。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。